はい、またまた登場、火の登場ね。そうもうあのね、これあのそれ撮影するときはもう自分の出番やと思ってね、スタンバイしてるんですね。さて、今日はまずはですね、この歌から聴いてもらいたいと思います。もうすぐ始まるよ Go to 経済活性化 Go to だけど大丈夫なのか、コロナの最中のこのキャンペーン、始まる GoTo キャンペーン、地方に行って金使え、でもコロナは持ってこないでね、感染者の数増えている、矛盾しているキャンペーン、どうすりゃいいのさ、通りゃんせって言われても、愛しの我が妻よ、君に捧げようこの歌、嫁に怯えて生きる俺たち共済人間なのさ、ごめんすまん悪かった共済人間、嫁は夜更け過ぎに鬼へと変わるだろう、もしも許されるなら眠りについた君をロケットに積み込んでそのまま打ち上げたい、ネットで賃貸、夫は忍耐、夫に限界、会話ない、会話しない、仮面夫婦、仮面夫婦、会話ないわ、父を愛する人は母と違う人、月曜日に愛人と会い火曜日に女房にバレた、シュラ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 バ、シュラ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 バ、肌の張りもない、腰のくびれもほぼない、君の体が昔より大人になったからなのか、若い日のも失った肉体に本当の感想を言えないよ、崩れかけの熟女、全然無理無理若作り、あれあれ無理無理、母さんが細めのデニムで苦しいな、ピチピチパツパツパンパンパン、水着はママは無理、たとえどんなに太っていても、たとえどんなに見た目が悪くても、お前は俺にはとりあえず女、お前が俺にはギリギリで女、自分の顔を鏡に映して増え続けるシワやシミを見ながら、最近鏡を見るたびに悲しくなるわと言ったら、夫がお前は鏡を見た時だけやからええよ、俺はそれをいっつも見てんねん。笑う角には福来たる、うちの父の夢は
テージもののワインを飲みながら若い女と暮らすことだが現実は若いワインを飲みながらヴィンテージものの母と暮らしてる。笑う角には服着たる笑う角には服着たる